今カツナヤロいきなり釣れましたよ。元気なね、綺麗な魚、イエーイ。いいね、ちょっと太めのライン直結で、でね、グラビアスがね、結構このぐらい重さがあれば十分射程距離に届くから、でもういいポイントの上でドリフトさせて魚が湧いてくるの待ちみたいな。まだそんなに投げてないんだけど、都合2回ぐらい湧いてきてね。で今のは気持ちよく、あ、今も追ってきてたね、うん、こんなのがふわーってに流れていって、ちょっと俺と距離が近いからね、ここだと今食わせらんないんだけど、夕まずめとかだったら多分、あとは雨が降ったり風が吹いたりっていうタイミングで食いそうだけどね。シーバスとかやってるとね、このドリフトのコツ通過こんな感じってのがあるんだけど、バスでもこう川とか流れのあるところでこう巻いちゃうと、巻きのスピードプラス流れのスピードでさーっていっちゃうんだけど、あくまでも流れをボディの側面に当てて、なんか所在なさげにふわーってくる、そんなイメージで流していくと、いい流しをすると下からふわーって湧いてきて、そんでパックンチョ、ね、上流から下流に流れてきちゃったよパターンで、無防備な通過中ベイトを演出。よいしょ、食った。おー、ドリフト、上流からドリフトさしたら来ましたよ。いい、いやー、いい、いい、いい、よいしょ、ありがとう。はい、アイアロー2匹目ね、小さいけどね、すごいよく引いてくれましたね。またね、ちょっとドリフトの仕方を変えて上流から下流にもうほとんどノーアクションですーって、水の流れだけで流してたら下から湧いてきてパクッ、ね、そんな感じ で引き続きタックルは、ジーニアスプロジェクトのグラビアスにメガバスのシーバスロットね、結構ねよく引いたけどね、こういうねシーバスっぽい釣り、ほんとね、シングルフックだけどくるくる回って、まあ、あれこれバレそうかななんていう魚もバレないでゲットできております。はい。アイアローとバスくん。イェイ。はい、ありがとう。アイアロー、ツレツレだね。